噛むのはダメだ。なんかこの熱いお湯がストンって胃に落ちる感覚がなんかもう気持ちよくなってしまった。うん、本当は食堂とかによくないだろうけど、あ、やばい、息かけた息かけるんだよ、最近息かけんだよな。もう多分ね、頭のなんかセンサーがもうゆるゆるなんでしょうねいろんな意味でもいいから、これ食うのはまた後々にしましょうね。これの商品紹介動画とかでもやってみるか。あ、今日これ失敗かな、税金多いな、きちんと見ればよかった。まあいいか、170何本ぐらいだし。お餅とかどうすっかなーっていう。お餅だったらさ、ほら、普段使ってる団子の粉でチュチュって作って、けどあれ1、2個っていうのができねえんだよな。なんかそういうのあればね便利なんだけど。明日ちょっと別のスーパー行ってみようと思います。なんか目パッと見て欲しいなって思ったのがこれぐらいしかなかったんで、これは初めて買ったんだけど、これは昔から俺のおすすめですね、金城一口羊羹。これ美味しい。これ中のやつも食えるんですよ。ポンカン飴のあれみたいな感じになってる。本格的にオジタリアン化してきましたね。なんでか知らんけど、急に舌がこういうのを求め始めなりましたね。本当に。いや、お茶が美味しい季節になりましたね。お湯とかもまた入れに行かんといかんのですけど、最近灯油の消費量が激しいんでね。これでも18度なんですけどね、だいたい1日2日ぐらいで灯油空になっちゃうんですよね。エコモードにはしてるんですけども、最近寒いからね。にしてもお茶がうめえ、もうお茶がうめえ、いやマジうめえ。なんでだろう。いやまあ水がいいんでしょうな、単純に。水は絶対にこの辺の地下水だから調べたことあるんですよ、熊本県で、かつ
この辺りの地区の地下水はどっから出てるっていうのは知っとるんですけど。まあそれは水が、水がいい、うん、水がいいと水でできるもん何でもいいからね、うん、まあ全てに匹敵するもんですよね水って。いやー熊本3年ぐらい来てますけども、最初はねいろんなところを回ってね名水とか飲んでみたんですけどね、ある日気づいたんですよ、水道水が名水、水道水でも うまいじゃんって普通にまあカルキのあれはあるんだろうけど、ね、いい時間ですよ。蜂蜜にを薄めてねお酒を作るやり方があるらしいんですよ。まあこの国でやっちゃ違法らしいんですけど、ね、うん、お酒は糖分ですから、糖分蜂蜜は糖分ですから、これをこの糖分蜂蜜の状態だと菌が発生できない、要は浸透圧の関係で、これを薄めてやってなんかするとすぐできるらしいです。一回試してみたいなと思ってたんですけどね、うん、ミードっていうね、なんかヨーロッパではその新婚さんが飲むお酒らしいですね。私には全くの縁のないお話でございますけども、これな、これだよ、やっぱり砂糖とかと他のあれとは違うよね、ミツバチの、まあ、いろんなものが肥沃多に混ざり合ってできたっていう感じの蜜ですね。ごちそうさまでした。